本日の晩食、こちら。大きいエビがございまして、ここにはサーモンでございます。で、ホタテがございまして、大きい椎茸。その横には肉詰めピーマンでございます。本日、天ぷらで晩食でーす。はいはい、マイケルでございます。本日も楽しい晩食やっていきます。でね、今日はちょっと一風変わった晩食するよ。ということでね。内容は久しぶりの天ぷら。分かっとるよ、言われたらするもんねけどね。まあ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 、そう言わんと。ね、今日も冷たいビールから始めましょう、言うてね。これまだ氷かけてんじゃん、やまないから、大丈夫か、めっちゃ冷たいぞ、言うて。本日の皆さん、お疲れさんでございました。ではでは、乾杯でございます。くぅ、うまいね。相変わらずこのいっぱいメニュー、たまらんな、言うてね。今日は天ぷら。で、今日はね、ほんまちょっと一風変わった具材。一風変わってるっていうか、まあ、エビはね、一応用意してある。エビは一応用意したんだけど、今日の具材、こんな感じでございますわ。本日の具材、こんな感じなんだけどね、ここにあんのはね、おっきいいつものエビとサーモン。サーモンの天ぷらも美味しいと思いません？で、こっち側のにはホタテと椎茸でございます。このまた椎茸がごっついのよ。で、こっち側に肉詰めピーマン作ってみました。ということでね、本日こんな感じの具材でございます。ええ感じでしょ、なかなか。この肉詰めピーマンなんかね、頑張って肉詰めましたかな、言うてるね。で、サーモンとかもさ、サーモンの天ぷらなんかも美味しそうやん。ね、で、ホタテもあったしさ、ほんでまたここ、手で持っていかんねんけど、ちょっと、バカでかいこの椎茸、これめっちゃうまそうやな、思ったからね。天ぷらでいきます。それとね、今日、ちょっと待って、その前にさっき、前菜言っとくわ。前菜。酢の物。これね、タコス、タコスいってきまーす。では、いただきまーす。タコスから、始めます。いただきます。うん、やっぱり酢の物はええな。うん、酒飲むねえ、最高や。おいしい。で、今日何をか思ったら、今日のね、タレつけられる、一応ね、いつものあの天だしと、で、これはね、吸ったんじゃないし、大根おろし売ってるやんか、チューブで売ってる大根おろしをここにセットしたんだな。それと、今日のメインの だしというかな、これとろろとろろ、これ分かります？とろろですわ、とろろとろろだけやったらいかんから、このね、山芋とろろね、とろろって分かっとるやばれたらそうなんだけど、ちょっと待ってな。とろろには、このやっぱり醤油がね、醤油をちょろっとね、こう垂らすやん。醤油をちゃーっとこう垂らして、で、この醤油をこう混ぜるわけよね。こう混ぜたらさ、ほらほら、このとろろ醤油のあれやんか、これね、これにちゃわ、天ぷらをこれつけて、とろろ天ぷら、とろ天これいってみようかな思って。で、これこのままでね、食べても美味しいんやけど、前にさ、これ韓国海苔の味付け海苔あるって言ったやん、これスーパーマナヤさんで売ってるからね、ジャバン海苔やったかな、韓国味付け海苔、これ韓国味付け海苔がここにあるから、これね、ちょっとこの青のりちゃうわ、とろろの中にちょっと入れちゃおう。このね、ちょっとこう味付け韓国海苔、これええ感じだったぞ、これほら、めちゃめちゃ美味しそうになったいうんでね、これね、これをこうちょっと混ぜて、うわ、彩りがええ感じになったわ、ほら、とろろとろろとろろー、いうんでね、これこのままでも美味しそうやなまあ今日はね、一応ご飯もあるさかいに、とろろいろいろ使えると思うので、ね、早速やっていこう。とろろ天ぷらと普通の天ぷらのだしにも、ね、こっちの天だしにはね、大根おろしね、たっぷりこう入れとく。これね、今日は大根おろし吸ったんじゃなしに絞ってるやつやから、ちょっとね、きめが細かいから、うん、ということでね、早速も天ぷら焼いていくよ。いや、焼いていくんちゃうちゅうねよっしゃ、やっていこう。ということでね、早速の天ぷらいきましょう。まずはエビからいこうか。エビな。エビね。エビ天からいきましょう。もし、もう、ちょっと手でいこう。よっしゃ。これね、今日も頑張ってまっすぐにあげたよ。ということでね、いただきまーす。いってらっしゃい。はい。いってらっしゃい。で、今日のメインイベント。これ、サーモン。サーモンいきましょう、サーモン。よっしゃ。サーモンいって。で、ちょっと、ホタテ。ホタテでございます。ホタテ、このぐらいでいいかな。もうあんまり、よく入れたらな。
くっつくからな。よし、とりあえずこんなもんでよ。よっしゃ、とりあえずこれで置いとこう。うん、でその間に酢の物、酢の物うまそうやな。ちょっと待って、これ大丈夫か、くっつけへんの、くっついたらあかんねん、あかんねん、くっついたらあかんねん、離れてや。あー、こっちの足でやったらあかんちゅうねん。こっちや、こっちや、こっちこっち、これこれこれ、これでやって、これでやって、もうくっつくわ、くっつくわ、ええ感じか、ええ感じかもわからんな。ということで早速の酢の物いただきます。うん、うまいね。はい、ああ、いい感じで仕上がってるか。なあ、うわあ、な、何入れたっけ？エビとサーモンやな。サーモンとホタテやな。あ、ホタテくっついてるか。くっついてるか。あかんあかんあかん。よしよし、こんなもんや。よし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 。ね、あとはね、あんまり入れたらさ、でけへんかなと思うけど、ピーマンなんかは。肉詰めとかどうやろうな。まあまあ、ちょっと楽しみにしようか。しばらく楽しみでいこう。うん、な、久しぶりやで、この天ぷら。ねえ、しばらくやってなかったでしょ。うん、うまいな。酢の物ね、昔から結構酢の物好きやねん。うん、タコ酢、うん、完食。うん、おいでび。あー、うまいな。ということで、もうできてきた、もうできてきた。あ、ちょ待って、ちょ待って、ビール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 、うー、あれ、もうあれへん、割れへん。しゃ、もうええかい。エビちゃんなんかな、ええかいちゃん。今日もね、エビはこう、ちゃんと仕上げてね、これ中が丸いからちょっと丸まってるか分からへん。このぐらいでええんじゃん、もうエビ。ほら。これちょっと見て。ほら。ええ感じになって、ちょっと曲がったけどね。ちょっと曲がったけどええ感じになってでしょ。これで、何やったあと、ホタテ。ホタテは、これ生食用やからそんなにあげんでると思うね。これで、サーモンも生食用やったかな。まぁ、あ、ちょっとあげとくか。まぁ、あ、そのホタテはええと思うねな。うん。ホタテ。よっしゃ。サーモンもあげとくか、サーモンもちょっとあげとくか、あげといて、で早速や、早速いきましょうよ、早速早速。ちょっと待って、こっちに移すね、こっちに移して、こっちにな、移すやろ、移す移す、移してね、移すんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って、初めての試みやからな。でこのとろろ、このとろろ、とろろとろろね、さっき混ぜたやん、とろろ、このとろろをこんな格好、ほら、これ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 、とろろとろろ、このとろろをこう上からかけるわけや、これ、こんな格好、あのタルタルソースみたいなね、これたっぷりでこうかけんのよ。どう、とろろ天ぷら、とろ天ではとろ天、これとろろが乗った天ぷら、いただきます。うん、いけるな、うん、あのやっぱりちょっとあのね、一風ちょっと変わった天ぷら、うんうん、あのとろろのさ、何ていうの、ニュルニュル加減がな、どないでかな、斬新、めちゃめちゃ、あのね、めちゃくちゃうまいっていうか、天ぷらの食い方っていっぱいあるやんか、塩とかもそうやし、まあ、天出しもそうやねんけど、その中のね、ちょっとこうまた全然違う、今までの常識を破ったような天ぷらいう感じだな、これ。うん、いけるね、いけます、いけます。うん、あ、ちょっと塩味つけて、あのとろろの方がええかもわからんな。うん、ちょっとあまりにもとろろの味しかせえへんから、何せうまい。おいでおいで。あーめー。
ということでね、ちょっとその塩味あった方がいいかな、これから。ちょっとピンクソルト持っていただいた、ピンクソルト。ピンクソルトちょっとこうやって、で、これでサーモン。これでサーモンいってみよう。サーモンさ、とろろ上に乗せるやろ。んで、塩味で効いてるかいっときます。ああ、これはうまいわ。うん。あの、塩、あ、そうやな。塩の天ぷらに上に後であのトッピングみたいな感じでとろろのせたら合うわ。とろろだけだったらね、ちょっとそのとろろのあのとろろと醤油の風味しかせえへんかったから、ちょっとパンチが弱かったけど、塩味にとろろ来たらバズーにうまいわ。これはうまい。うん、ということで早速次行こう。ピーマン肉詰めからいこうか。肉詰め頑張って詰めたんよこれね。うん、肉詰め超時間かかると思うんだよなこれ。よっしゃ、いけよっしゃ。で、このバカでかい、これいこう。これね、これっすやけど、これ全部つけた方がええんかな。え、これでええか。あんまりにもつけたらさ、これ天ぷら粉がめちゃくちゃいるぞこれ。こんなもんでやろ。よし、これでいこう。この下に入れようか。よっしゃ、いってくれ。よっしゃ、これでいってくれ。あれ早い、沈まへん。あれどうなってる。そう、ピーマン肉詰めを下にした方がいいかな。まあ、ええか。君らちょ、中よ入ってくれ。ちょっと、なかなか入れへんな、これ。大丈夫か、ちょっと下入れようか。まあ、ええか、こんなもんで。なんとなくちょっと、2つ入れたらあかんかったかな。ちょっと待って。あ、逆にしよう。あ、こうしよう。傘しよう。傘。これでいこう。ちょっと裏返そうか。ちょっとな、あまりにもこの椎茸がでかすぎるからな、ちょっと反対返してみようか。よっしゃ、こんな感じでな。よっしゃー、はい。よっしゃー、中よ入ってや。もうでも椎茸とかはいけるかな。あんまりな、椎茸とかやりすぎてもいかんしな。で、ピーマンは肉があるからな、ちょっと余計めにせなあかんから、ちょっとこの椎茸からいこう、椎茸はもうさすがにね、ちょっと待ってくれ。よし、椎茸。よっしゃ、椎茸。これでかいのよ、ほら。この椎茸。見てくれるこれ、ほら。ねえ。めちゃくちゃうまそう。言うて、ちょっと待って、これどうする。一応、ここに塩振るんですよね。塩振ってからの、これ。何ていうの、とろろを上に乗せる。よし、これうまそうやね、これだけ人料理できるんちゃうん、これ。ちょっと待って、こっち移すんやけど、ほら、椎茸のほらとろろ、椎茸天のとろろ味、いただきます。うん、うまい。これはうまいわ。やっぱり塩味効いてて、そこにとろろがあったら最後やな。とろろ、うん、あーうまっ。今日白ご飯ございます。うん、この天ぷらうまいな。うん、とろろ、うん、あ、塩味にとろろうまいわ。いける。斬新やで。多分こんな天ぷら食べたことないわ。とろろだけやったらさっきみたいにパンチ弱い。はい、塩振ってからのとろろ、これ最高。うん、まあ食べ方はな、人それぞれやから好き嫌いな食べ方あるんやけどね。こういう天ぷらもいいな。うん、あっち、おいでみ。うん、うまいな。うん、そうか。で、これがピーマン肉詰め。肉詰めやっぱ時間かかるやな。ようで、あ、天出汁も用意してるからね。一応天出汁でもいっとこうか。ということで、エビいっとこう。エビちゃん。よし、エビちゃんいって。よっしゃ。エビちゃんとサーモンもいこうか。サーモンな。サーモンうまいな。
サーモンの天ぷらうまいわ。うん、しゃしゃ。んで、ピーマン肉詰め、肉詰めもうええか、もうええかんじゃない、ほら肉詰め、こんな格好、おっきいよこの肉詰め。で、これも塩ね、塩で、あ、さっきこっち移そう、さっきこっち移そう、移してからのこちらで塩、塩を振って、塩振ってからのとろろですわ。とろろ、とろろ上に乗せる、だからタルタルソースみたいなもんや、タルタルソースみたいなもん、まあタルタルソースちゃうねんけどな、うん、ではピーマン肉詰めいってみます。変わってる変わってる、うん、うまい。うん、うまいな、うん、で、曲がって、あ、曲がってもうた、エビ曲がってもうた、うわわ、くっついてるやん、くっついてあかんで、あ、分かれてや、分かれて、分かれても好きな人、何言うとんねん、ピーマン肉詰めうまいな。うん、うん、うまい。うん、とろろいけるね。あ、とろろってあれじゃん、とろろご飯でもいいんじゃん、これ。ちょっと、とろろ、これこれ、とろろ、とろろをな、この、ちょっと待って、とろろをさ、ご飯、とろろご飯な、とろろご飯、ご飯の上にこうかけて、とろろ、ほら、これいけんじゃんねえ、とろろなんでも使えるんちゃうん、これ。ちょっと、とろろとろろとろろ、うまいわ。うん、まむな、いけるいける、なんでもいけるぞ、なんでも考えたらできるもんや、もうエビいいやろ。よっしゃ、行きましょう。とりあえずさっきこっち上げて、さっきこっち上げて、ちょっと油っ気だけ取ってから、油っ気だけ取ってから、こっち持ってくるのよ、こっちね。はいはい、で、せっかくね、用意したから天出しでいこう、天出しで、天ぷらの出汁、天ぷらの出汁、まずはサーモンからいくか。サーモンに、このね、一応ね、今日絞ったやつの、何ていうの、あの大根のしやから、キメが細かすぎるわ、これ。はやな、大根おろしはやっぱりいつも、なんていうの、僕が作ってる、自分でおろさせるのがええわ。うん、姫が細かすぎるわ。うん、で、とろろご飯、うん、とろろなんでも合うな。うん、うまい。今日の天ぷらの食材、ごめん、言うでしょ。今日の天ぷらの食材結構斬新でしょ。エビはね、使い回し、使い回しっていうか、いつもやってるから、まあ、天ぷらでエビは外されへんかなと思って、で、鶏天買おうかなみたいな、鶏な、いつもやってるから、今日は違うやつ買うていこうって、それできてんけどね。今日はなかなかの、シチュエーションね、シチュエーション。リスペクトやったでしょ。うん、今ね、見る見る。さっきビール取ってくる。本日はまたまたこういうビール、桜ビールが売っておりました。桜ビール、これ前こうたっけ、札幌さんから出てるやつ、桜ビールこうたかなと思いつつ、冷蔵庫の中あったからさいつこうてきたのか忘れたけど、コンビニ行った時にこうたんかな。桜ビール、いただきます。あ、これ生ビールって書いてあるわ。ほんまもんや、ほんまもんやって。ビールに偽物があんのかいう話だけどな。うん、これでね、天ぷらいっとこう。天ぷら、天出しな。まあ、天出しが一番ね、オーソドックスやけどね。うん。うん。あ、でも、そやな。天ぷら。あー、でも、とろろ、癖がたいな。もう一回いこう、とろろ。
とろろでもう一回いこう。サーモンいこう。サーモン、サーモンとホタテいこう。サーモン、とろろ結構うまいわ。うん、とろろん、とろろん、デロデロバン。え、何でね、とろろ、サーモンとホタテ、うん、ねえ、で、エビ、天出しで食べるのが一番、ごめんなさい、味があった。この天丼食べてるみたいな感じで、天ぷらのおつゆにご飯っていう感じで、まあまあこれが一番落ち着くだ、落ち着くよね、うん、でもとろろもうまい。とろろ使えますよ。とろろってね、結構健康にいいやんか。ね、とろろ結構好きやねんけども、そんなに、あれ、なんか出てきたね。そんなにとろろってすることないやんか、山芋。まあ大根おろしはするけど、山芋あんますれへんからな。どうもで今日見たら、その大根おろしのそのパックの横に、あれやんか、チューブのやつ、あの横にとろろがあったから、うわ、とろろ、あ、とろろ、とろろとか思って、で、今日のとろろ天ぷら、とろ天、うん、とろろ天ぷらな、うん、とろ天はええわ、うん、もうええか。しゃあ、しゃ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 、これ何でした？サーモンと、あれな、ホタテやな。サーモンとホタテやから、そんなに火通さんでいける？まあまあ、ちょっとだけか。軽く火通してる？もうええ感じかな。そんなにな、やらんでもええと思うね。ねえ、僕今まで、揚げすぎとかで結構硬く仕上がるからね。もうこのぐらいでええと思うね、サーモンとかもね。結構薄いから、ほら、ええ色のピンク色のサーモンあった、ほら。ね。で、こっち側がさ、ホタテホタテ。ホタテ、ホタテ、ほら、ホタテでございますね。これボイルホタテとかなんか入ってたからな。で、これをこっち側に移して、ちょっとね、移して、移してやね。で、で、ここに塩、塩、塩、塩をこうね、塩で味付けをしてからの、してからのとろろ、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 とろろ上にダーッとか乗せるね。とろろ上にダーッと乗せる。ほんまに大事のタルタルソース感覚っていうの、これほら、ええ感じでしょ。とろろいただきます。なんかお店で天ぷら食べてるみたい。ちょっと高級なお店やねんか。ああいうとこ行って、次はね、とろろでお召し上がりいただきますよとか言うて、なんか出されて、それを食うてるみたい。ちょっと高級志向な感じやな。うん。これ、斬新な食べ方やわ。うん。食べ慣れてるのは確かに天出しやねん。でも、塩とこのとろろ、合うわ。うまい。まあもちろんとろろ嫌いな人はあかんで、とろろ嫌いな人はあかんけど、とろろ好きな人だったらええわ。うん、とろろうまい。うん、うまい。おいでみる。あー、よいしょ、待てよ。とろろ久しぶりにとろろ食べるからさ、とろろご飯、とろろご飯もうまいな、これ。うん、とろろ、とろろ、とろろ、だらららっとこう、とろろね、とろろで、このとろろこうね、ご飯にこう混ぜて、これ納豆とか上にのしたかってうまいかもわからんな、とろろは。とろろ、とろろ、いただきます。うん、これあれ、じゃあ卵かけご飯の好きな人、まあな、とろろ嫌いな人はやっぱあかんかな。でもほんま卵かけご飯ってよく似た感覚で、これみんな好きやろないか感覚よ。うん、うまい。でもね、この肉詰めピーマン、肉詰めピーマンうまかったな。肉詰めピーマン、肉詰めピーマン、その前にこの巨大椎茸、これいっとこう。巨大椎茸、ちょっと待って、回さなつけへんねん。何やろ、天ぷらの衣がね、ちょっとこう、ガバッとすくってしもたらさ、天ぷら粉が流れてまうから、ちょっと待って、入れるで、入れるで、入れるで、よっしゃ、いけい、いけい、よっしゃ、
ちょっとそれだけにしとこうか、一応言わんところはな。で、それはどっちでいこうかな。さっき椎茸はとろろでいったよね。次ほんなら天出しでいこうか。天出しでいくから、ちょっと待って、これ返して、よっしゃ、ほんなら天出しでいくから、とろろこっちかけよう。とろろご飯にかけよう。とろろこうご飯にかけといて、とろろとろろとろろご飯、とろろご飯もうまいな、うん、とろろ天ぷらから始まってとろろご飯なあ、ええ感じ。これこのままでいけんじゃん、もう。うん、とろろご飯いけるわ。ちょっと待って、一口置いとこう、天ぷらのために。うん、よいしょ。で、しいたけもな、やらかなってうまいもんな。うん、もうええかい、もう返そうか。もうな、しいたけみたいな、そんなにやらんでもいいもんな。よっしゃ、こんなもんねえじゃん。あんまりもう浮いてきてるからな、浮いてきたらできてるって言うもんね。うん、よっしゃ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 。であとはさっき肉詰め切るのとか、ちょっと待って、どうする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 、ちょっと待って、ちょっと待って、こっち置いて、さっき肉詰め切るのと、肉詰め切るの、ピーマン肉詰め、よっしゃ、ピーマン肉詰め、よっしゃ、ピーマン肉詰めうまいな、やっぱりな。うん、で、よっしゃ、で、エビとこ、エビ、エビちゃんね、エビちゃん、エビちゃん、エビちゃん、これまっすぐ仕上がるかね。これ中が曲がってるからね、余計あれやと思うねな。持っといたらええんか、ちょっとこう持っといたらいけそうか。持っとく、ちょっと持っといていける、これ離す、よっしゃ、ちょっとこれで、どうや、仕上がりをちょっとチェックや、仕上がりチェックで、ちょっと待って、椎茸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 どっちでいくんやった。椎茸はさっきとろろいくんだよな、だから天出しでいこう、天出しでな、よいしょ、こっち入れて、まあ、天出しで入れて、ちょっと待って、ちょっと待って、よし、危ない危ない、天出し、よし、大根出し乗って、いただきます。うん、うん、とろろご飯によう合うわ。完食。やばうまいね、とろろ。うん、でっかいしいたけうまいわ。うん、斬新な食い方というか、ちょっと高級っぽいというか、創作天ぷらみたいな感じだな。あの、まあ決してうまいかどうか、ごめんなさい、うまいかどうか言われたらその好みの問題があるからね。あの、やっぱり俺は天出しの方がええなってなるかも分からへんけど、これの方がやっぱオーソドックスやからね、いいの。でもいろんな食べ方アレンジするのもええやんか。ちょうどもうできてきた、もうできてる、今何やった。エビと、エビとピーマン肉詰めやな。ピーマン肉詰めはまだ浮いてけへんな。エビちゃんは浮いてきてるね。エビちゃんはいけますね。エビはね、これやっぱり中が曲がってるからな。うん、ちょっと待って、あちゃ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 、中が曲がってるから、これでもええ色に仕上がってるよ。これ最近この天ぷらの上からだんだん覚えていたと思うやん。これちょっとね、中が曲がってるからどうしても曲がってしまったけど、うん、あ、ちょっと待って、ほんならせっかくやからさ、とろろばっかりでいくのもあれやから、塩だけでいこう。塩だけで、塩だけで、せっかく塩あるからな、塩、このね、塩、塩だけっちゅうのもいいやんか、うん、では、いただきます。あ、うまい、やっぱうまいな。でも、塩だけやったら僕やっぱりとろろ入れる方がうまいわ。うん、とろろ、塩とろろ、そう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 、塩とろろみたいな感じ。塩とろろいけますよ、塩とろろ、塩とろろ、うん、熱っ、どうでもいいけど熱いわ天ぷら。夏はめちゃくちゃ暑いし、冬は冬でも暑いね、やけどするから皆さんやけど注意ね、天ぷらね。あー、ないわ、ちょっと取ってくる。
ということでね、最近ハマってる私大好きな濃いめのレモンサワー、これね、あの酸っぱいやつ、酸っぱくてアルコール度数があの高いやつ、これハマってね、チューハイの中で、チューハイレモンサワーの中で、これうまいんですよ。酸っぱっ、この酸っぱいのってありそうでなかったよね。これ濃いめのレモンサワー、よかったらお試しください。あの私の一押しなんでうまいな。うん、ということで、ね、もう何やった、何入ってる、ピーマン肉詰め、あ、もう浮いてきた、じゃないの。よっしゃ、ほなちょっとこれちょっとまずそっちあげる、こっちあげようか、こっちあげて、よっしゃ、んで、そう、こっちやな、ピーマン肉詰めはちょっととろろでいこうか、ほんで、あとはサーモン、もうちょっといこうか、サーモンな、そんな軽いぐらいでいいよね。あとエビとこ、エビはやっぱりな、天ぷらの中のこう帝王やもんな。よっしゃ、今日はやっぱでかい方でやった方が丸まれへんかったかもわからない。これやったら塩でこうやって味付けて、でとろろも、あ、ないんちゃう、とろろもないぞ、とろろわー、これちょっと待って、せっかくやからとろろだけでいっとくわ。あー、昔懐かしいな、うちようね、お母ちゃんがとろろ吸って、で、何ていうの、食卓にそれだけで出してくれとったんや。だから、そのとろろだけ結構僕食べ慣れとったからね。あれ好きやね、とろろ。うまいねんな。ということで、とろろ天ぷら。ほんま斬新やね。うん、これ、ちょっとした創作天ぷらやな。うん、ええ感じ、うまい、ええ感じや。うん、最初塩振れへんかったからあれやけど、塩振ってからのとろろ、塩ととろろのあのマッチング最高、うまい、よかった、やってみて。まあね、好き嫌いあるけれども、一番あのオーソドックスなのは天つゆですよ。アビーちゃんは何かレモンさ、あーでもとろろやっぱうまいな、どうかなと思ったけど、ね、やっぱうまかったわもうええ感じ、もうできてます、まだか、あ、くっついてるやん、ちょっと待って、あかくっついてるやんか、ちょっと待ってくっついてもたぞこれ、やばー、どうなってるこれ、ちょっと待ってくれ、やべー、あ、離れた両方とも浮かんできた。よっしゃ、サーモンとエビな、サーモンとエビ、よっしゃ、で、よっしゃ、サーモン、この、そうやな、サーモン入れてからちょっときめの細かいおろしやから、これね、このチューブ用のやつね、これを上に乗せてから、よし、これでいこう。やっぱり大根おろしあれやな、自分であの、なんていうの、研ぐ方がええな。いただこう。食べてみたらよくわかるわ、チューブのおろし、これ大根おろし、キメが細かすぎんねん、だから溶けすぎんねんな、やっぱりあのゴシゴシあの おろしでやる方がいいわ、僕はおろした方がやっぱりうまいわ。見る、あー、しかしこのレモンさんうまいな、あれもうないぞ、やべ、いやー、やっぱりとろろ天ぷらな、どうなるかな思ったけど、意外といけるね、めちゃくちゃうまいなー、まだいけへんけど、ほんまちょっと、うん、おしゃれというんか、ちょっとお店でも高級なお店で出てくるちょっと創作あの天ぷらみたいな感じで、ええー、ね、これうまい、うん、あー、ええ感じ、よっしゃー、天ぷらね、エビって、すいません、もう揚げとこうか、もう言うてもないから、最後のほんなエビと、で、ちょっと待って、
じゃあ最後のエビとエビ入れて、エビ入れてからのちょっともうそんな大きいのないわ、もう椎茸、椎茸と、椎茸とそんな大きいのないからこう入れられる、シャーシャーいって、野菜もね食べれるからねいいっすよね。ということでね、エビやな、エビの上に大根のしゃな、大根のしゃこう乗せる、乗せて、シャーこのね、ちょっといつもよりやっぱりキメが細かいからね、エビ、エビの大根おろし、ああちょ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 、エビの大根おろし乗せ、いただきます、いただきます、いただきます。うん、味かって大根おろし、やっぱりこの細かすぎるから、ちょっとごめんなさい、このまま言ってください。うん、細かすぎるから大根の風味もやっぱり落ちるな。僕、え、天ぷらで大根おろしっていつも吸ってたけど、今日初めてチューブのやつ買って、あの、っていうのがトロロがあったから、トロロチューブのやつやったからね。で、その横に大根おろしあったから、あ、今日はな、トロロと大根おろしで行こうと思ったけど、やっぱり大根おろしは、あの、なんか、その、する方が全然ちゃうわ。うまみが。あの、メーカーさんバカにしてるわけちゃうね。あの、こういう、ね、お手軽な大根おろしもええんですよ。チューブ状のもいいんやけども、やっぱり、本格的にする方がええかなーっていうだけの話やからね。いや、まあまあ、そらそうやと思うわ。ねえ、そらするよりこっちの方がはるかにうまかったらなあ、みんなこればっかり買うやんか。まあでも、うん、あのお手軽にはええけども、やっぱり風味とかそういう食感とか味をやったらやっぱり大根おろし、あの大根おろしの食感たまらんやんか、天出しにましわって、あのね、いつもあの大根おろし山盛り入れてねえか、あの食感がたまらんわな、あれはうまい、うん、もういける、もういけるか、もう返していける、あら、またエビと靴でもだこれ、あれ、ちょっと待ってくれ、離れて離れて、エビと靴でもだからこれ、エビと靴ついたらいかんから、よっしゃ、もうでも浮いてきてるからな、しいたけとかもこれでいけるやん、しいたけな、しいたけとかはそれはいけるわな、うん、エビちゃんももうちょっとだけあげとくか、よっしゃ、なこのしいたけな、しいたけね、野菜ほんま食べやーとかでよくね、皆さんになんちゅうの、あのアドバイスをいただくけども、ほんま天ぷらとか鍋とかやったら野菜よくわ、うん、逆に野菜がうまいもんな、うん、これ大根の人もおっしゃった、だいぶ、うん、でもさっきも言ったように大根の人のかすかな風味はするんだけど、大根おろし独特のあの食感と香り、匂いっていうかな、がやっぱないわ、うん、する方がいい、うん、おいで、レモンサワー、あー、やっぱりこの酸っぱ、酸っぱい、この酸っぱくてうまいって書いてあるでしょ、酸っぱくてうまいね、だいぶ僕の動画でこれ言うてるけど、まあまあね、あの僕の動画のね、視聴者さんそうそう多くないからさ、そこまで宣伝力ないですけどね、ほんまこの酸っぱくてうまいね、これこのままや、文句そのまま、うん、しっかり酸っぱくてうまい、しっかり酸っぱくてうまい、そうそう、今までのレモンサワーってしっかり酸っぱくないね、甘かったね、甘かったから僕どっちかってあんま好きじゃなかった、好きじゃないっていうか、あの一回ちょこっと飲んだらもう飽きてくんねんな、あれはいいか、ということで、もう最後、最後はやっぱりエビで締めたいね、エビで、ちょっと曲がったけど、このやっぱりそこが丸いからやるな、これ今日しっかり伸ばしたもん、やっぱり、やっぱりっていうか、しっかり伸ばしたもんね、最近ね、あのエビをまっすぐ上げる方法だんだんなんとなく分かってきて、今さらかお前言われたらそうだけどな、うん、で大根おろし乗して、どこ、いただきます、うん、あつあつの天ぷらやっぱうまいな、うん、それでやっぱりエビは小より大がええわ、今日もスーパーマンダイさんのトクトクダイとかね、トクトクダイのブラックタイガーやったっけ、ブラックシャーク、ブラックタイガー、え、ブラックなんか そんなやつ、でもさ
エビか、やっぱりエビ好きやな。エビかチキンやな。うん。で、食べ方はね、いろいろあるからね。うまい。やっぱりかじった時に、おっ、ごっついエビやなっていう感覚がいいよね。まあ、あのちっちゃいエビとかやったらさ、もうなんかつまらんやん、つまらんでエビにも怒られんだけどね。え、なんか最近考えとったら、そういや天ぷら最近やってないな思って、やり始めたけどね、やるかなってやったけど、やっぱり鍋もええけども天ぷらもうまいな。うん、冬の醍醐味はやっぱり鍋とおでんと天ぷらか。まあ焼肉はあの何よ、あの四季関係なく春夏秋冬全部やるけど、結局なんやねんって。僕の場合は冬は焼肉でもあり鍋でもありおでんでもあり天ぷらでもあんねん。お前それ年から年中一斉ないからって、それまでだよね。まあ、あの今日みたいにさ、また具材を変えたり食べ方変えたり、またこういうこともやっていきたいと思うんでね。今日はあのとろろ天ぷらどうかなってやってみたけども、これは結構うまいっすよ。よかった、またね、ちょっと高級チックなあの天ぷらっていうかな、創作天ぷらを味わってみた方はおすすめですよ。ビール、ビールじゃん、レモンさん。あー、よかった、本日とろろ天ぷらやってみました。よかった、うまかったでございます。よかった、本日もごちそうさまでした。